犬や猫の殺処分ゼロを目指そうと、県が新たに整備を進めてきた県動物愛護センターがグランドオープンするのを前に、今日報道機関に施設の内部が公開されました。秋田市雄和に完成した県動物愛護センターワンニャピア秋田は、保健所などで保護された犬や猫の命をつなぐ拠点にしようと、県がおよそ8億1000万円かけて整備しました。センターには高いところが大好きな猫が自由に遊べる国内最大級のキャットタワーが設置されたほか、譲渡を待つ猫と触れ合える動物交流コーナーなどが設けられています。センターは4月に運用を始めていますが、より多くの県民に親しみを持ってもらえるよう、出入り口に犬や猫の可愛い装飾が施されました。県によりますと、昨年度県内で譲渡された犬や猫は181匹で、譲渡率は年々上昇しています。センターができたことによって、今後は犬や猫の譲渡率のさらなる上昇と殺処分の低下が期待されます。皆さんに見ていただいて楽しんでいただける施設にしてきたので、ぜひ皆様には足を運んでいただければなと思っております。県動物愛護センターワンニャピア秋田はあさってグランドオープンします。